それで、はい、今回ですね、はい、活力京都からですね、はい、こういうあの立派な冊子ができまして、はい、まあ、これはあの、新しい時代の京都づくりに挑戦ということで、はい、この西脇隆俊さんのビジョンという形でこれいろいろあるんですね。これなかなかいい、いい冊子ですんで、あのぜひあのこれは、烏丸じゃないわ、五条の室町、はい、西北にですね熊谷ビル、五条ビルというのがありますが、その 1,2 階が今事務所に活力拠となってますんで、ここにありますんで、ぜひ皆さんあのご所望される方はぜひ見ていただきたいんですが、あの今日はこの中でですね、はい、これあのいろいろ安心維持京都力ということで、さまざまな具体的な政策のご自分のビジョンを掲げてるんですけど、まずこの安心の面ですよね、はい、で防災減災、はい、それから社会保障、はい、それから共生社会の実現ということなんですけども、はい、まさにまあこの防災減災、はい、はじめこの安心のところは今までの38年間の、はい、産業復興庁ですからね、はい、時間でされましたから一番のまあ、得意分野というかされていたことだと思うんですけども、はい、京都のこの知事選挙に臨むにあたってですね、はい、まあ、このその辺のところどういう一番お考えになっているかというとちょっとお話しいただけますでしょうか。まああのこれ山田知事というか山田府政のバックボーンというのは安心安全の実現だというふうに私なりに解釈をしてましたというのは、1期目にトリフレンザの対応がありましたし、その後あの非常に豪雨災害というかですね、水害が続いてましたと。でそれに対してまあかなり現場主義を知事は徹底されて迅速に動かれてましたということがあるんで、この山田府政の取り組みをですねさらに磨き上げるというのがまあ私の役目だと。でそのためにはですねやっぱりあの今までのに前提にとらわれないような先進的な防災減災対策をしようというのは全部をハードでですね封じ込めるっていうのは、これはもう東日本大震災を見てだけじゃなくて最近の雨の降り方を見てもそれはなかなか難しいと。そうするとまずは命を守る、それからまあ財産とか経済活動を守るという、やっぱりそのなるべくハード整備は急ぐんですが、それとソフト政策を絡めることと、それからやっぱり危機管理体制が、ここにちょっと書いてるんですが、危機管理体制を7ページのですね、危機管理体制の構築による安心というのは、要するにこういう危機管理体制が万全ですよということを言うということが、まあ、いつ起こるか分からないですから、それが安心につながるっていうのはまず確かだと思うんですよ。で私はまあ、あの復興庁とは実はまあ復興なんで、あの危機管理という意味ではやっぱり国土交通省 の、 あの特に幹部になってからっていうのは、これは実はいろんな危機が起こったんですね。あの、東日本大震災もありますし、熊本の地震もあれば、豪雨だけでも、あの上層のところの茨城のですね、堤防が切れて、あのヘリコプターでですね、みんな助けたと。あれも本当の分担でいくとですね、消防とか警察のヘリなんですが、あの自衛隊が出しましたと。で海上保安庁も出したんです。で海上保安庁って本当は海上の災害とかあの警察行くんですが、普通の規定ではですね、あそこは内陸の川なんですが、でもそんなことを言ってたって、ヘリコプターの数と時間の勝負だったというので、あのそんな関係なく海上保安庁のヘリが行くみたいな、そういう危機管理もあればですね、横浜のマンションで杭が到達してるかしてないかっていうのは、あれも実は危機管理に等しくて、あれ本当に不安が広がればですね、全国の杭がみんな大丈夫かって話になるところをですね、やっぱり基本的に科学的に合理的に説明することによって、まあ、あのそういうことがない。横浜の杭はどんなやつですか。あの横浜のマンションでですね、はい、杭が到達してないんで、はいはいはい、っていうことがあって、はいはいはい、あの、はいはい、それで、はいはい、で傾いてきて行ってるかどうかというとかね、あと、はいはい、そういういろんな危機管理をですね、はいはい、あの私がやりましたので、はい、やっぱり安心安全っていうのは起こった時にきちっと対応できるということを常日頃から示 す、 す、ね、はい、そのためにハードソフトの先進的な政策を積み上げるっていうのは、まあ、あの自然災害では一番だと思いますね。はいはい、いやそれで、特に京都は一応千年の都という形でね、はいはい、あの災害は割と少ないんだというふうに言われてるんですけども、はい、決してそうでもないんですよね、はい、まあ、花折ダンスもありますし、ね、はい、まあ、地震も含めですね、はいはい、あのそもそも鴨川というのはなかなかこの治水するのが大変だったですね、はいはい、昔は大きな災害、はい、
もっと南の桂川や淀川もやってもっと大きいですけれども、まあ、とにかくかなりそういう意味で言うとですね、はいはい、あの京都なんかもそういう、防災用のインフラの整備も大事だと思いますからね、はいはい、もう一つね、はい、あの荒牧さん、林田さん、はい、荒牧さん、はい、そして山田知事と、でこれ40年間、はい、この荷長さんからなってきたんですね、はい、だからちょうどそう38年間西脇昭一先生されてましたけれども、まさにあの西脇先生やあのうちの親父なんかがこの、53年ですね、昭和53年あの時代に、この林田知事を誕生させたんですけれども、おかげで住環道がですね、はい、まあ、40年経って、はい、ほぼこの北から南まででもつながる形になってるんですけど、まだ実はこれの暫定2車線なんですよね、はいはい、だからこの4車線でこう、追い越し車線がある形の本当の意味での、はい、高架道路にはなってないんですよね、はい、だからそういうところで、ようやくそういうのはできたんだけど、まだまだその後、はいはい、発展継承させなきゃならないインフラの問題もありますよね、はいはいはい、だから我々に一番やっぱり西脇さんが知事になられたら期待してるのはね、はい、まあ、そういう国の一番前言ったら建設国交省の、トップになられましたからね、はい、まあ、そういうところの、整備も非常に期待してるところが大きいんですけれどもね、はい、まあ今話がありました、まあ、林田、荒牧、山田不正というの で正直言ってスタートは遅い、でやっと、まあ、今軌道に乗り始めてきたと、うん、いうことはやっぱりそれだけスタートが遅い分だけ残されている課題が多いことは間違いない、うん、でこれを、まあ、急がなきゃいけないと、うん、ただやっぱり財政は相当厳しいですから、うん、ただ単に急ぐと言ってもダメなんで、私の持論はやっぱりインフラのストック効果というのを、うん、まあ、国土交通だけじゃなくて政府全体が言い始めてるし、生産性確保も言ってますから、やっぱりこれだけのインフラでこういうことができるとか、経済だけじゃなくてですね、民生活の向上にこれだけ役に立つとか、そういういわゆる地域活性化の計画とかですね、まちづくりとですね、やっぱりこう歩調を合わせてですね、主張していくということ、ただ作るっていうだけじゃなくてです ね、はい、そうですね、そこにやっぱり知恵とか汗をかくっていうことが必要かなというふうに思ってますね。そうですね、はい、で特にね、あれですよ、北陸新幹線がね、うん、この京都駅を通って、南部の松井山で通って新大阪行く形に、まあ、なったんですが、まあ、これ去年私が与党 PT の座長に決めたんですがね、はい、まあ、これはまだ財源がついてませんから、これから財源の我々やっていくんですけれども、その時にね、ぜひこれはご理解しておいていただきたいのは、実はもともと北陸新幹線というのは小浜から亀岡市、それから大阪の口からだったんですよね。だから、京都市内はっきり言いましてね、誰も興味なかったんですね、通れないから。で亀岡市がものすごくね、誘致やってて頑張っておられたんですよ。で私は深いにやってますから、そういうことをずっとしてたんですけれども、しかし実際にルートを決めていくときに考えるとね、亀岡もちろん、大事な町なんですけれども、亀岡に駅を作ってもそこでどれだけの人がね、乗降するかというと、なかなか経済効果ではね、あまり大きくないと。むしろ京都駅に入って、で亀岡の問題は京都駅と亀岡とどうアクセスを良くするかの方が全体にとっていいじゃないかということで、まあそういうルートになって、で本当は、舞鶴まで小浜から行くんだったら、そのまま、この足尾の山降りてくるよりもですね、ちょっと遠回りに言うんだけど舞鶴に行って、この京都に入る方がね、環境 も含めていいんじゃないかなと。でそして南は、この京都学研都市ですよね。で学研都市あたりまで行って、そこから、大阪に入っていくと、将来的に舞鶴に行ってると山陰新幹線を作れるんじゃないかと。で将来的にこの楽器にあるとリニアが通ってくる場所が必ずなんじゃないかと、まあ、こういうものがあって、そういう案を私は提案してたんですけども、まあ、残念ながら、南の方は、この奈良の知事さんが絶対ダメと。というのは奈良県を通りますんでね、奈良県の知事がこれは OK しないとできない仕組みですんでね、まあ、だからもうできなかった。北の方は、まあ、山陰新幹線は、別途ね考えればいいじゃないかという話で今終わるとなったんですが、問題はその亀岡なんですね。亀岡はだから何としてもですね、まあ、一番ある意味泣いていたところなんですよね。だから
逆に私たちが言ってるのは、いや京都と神岡をつなぐね、はい、まあ、いわゆるダブルルートを、ね、はいはい、やっていこうというのをね、はいはい、お話をして、それでまあ神岡の方にも、納得していただいてるんで、ぜひ知事になられた時はですね、はい、こちらのこの経緯もしっかり、はい、覚えておいていただいてですね、神岡のためだけ言ってるんじゃなくて、要するに京都全体の話やっていく時に、先ほどの縦貫道の、まあ、四車線化もありますけれども、はい、まあ、大きな土地づくりの一つとしてですね、はい、まあ、もちろんまた山下から大津抜けていく、こういうのも大事ですけども、要はそういうところのもですね、ぜひまた考えていただきたいと思いますので、まあ3年連続ですかね、確か平成25、26、27なんですが、9号線東京都縦貫が、ね、まあ、同時に通行止めの時代があるということは、ね、まあ、この2つのルートというのは別に大体性がないということが分かったので、うん、やっぱりランダン市の確保のために、ね、まあ、いろんな人と、まあ、京都スタジアム、まあ、仮称ですが、うん、まあ、あれのと関連してですね、神岡の街づくりというのはしなきゃいけない、うん、まあ、これの支援と、それからまあ姿勢的にも神岡が、まあ、京都府のかなり真ん中に来ているんで、京都市内とですね、そうそう、あの府の中部と の連携強化という意味で必要性はまず高いと思うんですね。あとはまあもちろん財源の問題とかいろいろ課題があるんですが、ですこれはやっぱり国にきちっとですね、あの調査をすることを、ね、要望することも含めてですね、これは本当にあの縦貫とつながったおかげで、京都府が1円で何か会議しようと思うと、京都市内よりも実は神岡になるとね、一番早いんですよね。1時間あたりで両方が来られるんですよね。だから逆に言うと、京都市内からアクセスを神岡につなげるとですね、本当にみんなが一番便利なんですよね。だからそういう意味でも、ぜひこういうところもですね、含めてお願いしたいと思っています。